はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験。受験をするたびに成長する子供です。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、2019年の小学校受験ももう本当にね、始まったなという感じで、今日撮ってるのが10月1日ですね。埼玉県の里井学園小学校のね、試験がありましたが、これまで埼玉は星野学園と西武学園文理小学校と里井をこれまで経験してきましたね。開示もありましたね。はい、そうですね、開示小学校もありましたね。あとは私たちの子供は受験してないけど、浦和ルーテル学園もありましたね。そうですね。はい、ということでね、もういよいよ埼玉が始まって、このあと、神奈川県や埼玉県の二次募集、そして11月からはいよいよ東京都というふうに、進んでいくわけですが、先生が見ていて、やっぱりその試験を繰り返していく中で、どんどん子どもが成長していくと感じたわけですね。そうですね。たくさん受ける意味っていうことはね、そんなに受けたってって思うかもしれないですけど、はい、実際上私なんか思うんですけれども、こうなんていうんですか、お教室の模擬テスト台とかいろいろ大手の模擬テストってありますよね。でもそれって結局、学校がやるものではないので、本当にね、点数が引かれるべきところの点数がやっぱり学校によってこういうことはちょっと困るとかっていう、そのランクがね、やっぱりわからないと思うんですよね。そうなんですね。やっぱり判断するその観点が違いますよね。そう、例えばこうお教室の模擬テストとか、そういうところの模擬テストだとちょっと体を動かしたとか、体操座りに座ってないとかっていうことでこうポンポンって点数引かれてしまうから、でも実際の試験は本当にそこで引くんだろうかっていうふうにはいつも私は疑問に思うんですね。それである、時そうですね、あれ3年ぐらい前かな、のお母様に、先生どうせ受けるんだったらね、もうもし受けるんだったらね、先生それだけの受験料だったら学校1個受けられますよっていうか、あ、なるほどね、そういう考えでいくとそういうことです、そういうことだなと思って、それから結構東京に入る前にたくさん受けるようになったんですね。で、受かれば、それに合格が出れば、おそらくそれでこの子は間違ってない、方向性は間違ってない、不合格が出たらやっぱり何か変なことをしてるんだなっていうことがこうすごくよくわかるのでね、そういう意味で試験をたくさんね、学校をたくさん受けてきたらいいんじゃないかなとは思います。やっぱりその成功も含め、そして失敗もそうですけど、繰り返していく中で、いろんな経験をしていくということですね。そうですね。で、例えば意外と受けていくと、その学校に対しての共通の問題って意外と出るんですよ。共通の問題、はい、例えば、どっかのね、学校でケンパとかねが出ると、今回もそうだったんですけれども、またケンケンパーケンってやっぱり出てるんですよね。なるほど。じゃあそのとある県の A って学校で出た問題と似たようなことが B っていう学校でも出たから、あ、これ経験したことがある、よし頑張ろうっていうふうになるわけ。そうなんです、やっぱりね、学校の先生たちがね、これを出したいと思うことって意外と先生たち仲間ではみんなよく考えてることなんですよね。で、ある年になったんですけど、体育館から紐がぶら下がってるのか、どっからか紐がぶら下がってるのか、ターザンみたいなことをやった年があったんですよ。そんなことするんですか？多分神奈川県だったんですけど、なんかターザンになって、あーとか言いながら、そこなんか飛び降りるみたいな、そんな高い紐じゃないと思うんですけど、それやったよとか言って、それだけどなんかあんまりその時は初めてだったんでよくできなかったらしいんですけど、それが都内に入ってやっぱりどっかで同じようにターザンをやったっていうんですよね。今度は先生できたよとかね、もしそれが初めてだったらできなかったかもしれないってことですよね。都内の授業がね、そうなんです、ペーパーにしても、それからお絵描きにしても、大体この求められてることっていうのはどこも同じなのでね、1回やったことがもう1回出るっていうことはやっぱりありますね。
やっぱり初見よりは強いですよね。一回経験してるということはね。そうですね、うんうん、あとはその例えば冊子をねやっぱりめくるのがうまくいかなかったとかね、そういうその試験ならでは あの焦りとかもあると思うんですよ。そういう失敗もやっぱり本番で繰り返していく中でどんどん、そうなんです、出され方のペーパーも確かに上でパチンと止めてあるのもあるし、うんうん、表だけもあるし表と裏もあるし本みたいになったりとかね。そうなんです。で今回は、結構埼玉は本にして出すことがあるんですね、うん、でもなんかある子がどこそこにパチンってなってなかったから結構めくれちゃったよみたいなことも言ってるから、うんうん、閉じ方が悪かったんじゃないかと思うんですけ どでも私たちはフレンドリーでやってるペーパーっていうのは表裏もある時もあれば表だけの時もあるし製本して本にしてしまう時もあるしっていう、うんうん、どのパターンが出てもできるように、そうです、ね、やっぱり変えて今いろんな形で子どもたちには出してますね、はい、やっぱりそうしないとやっぱりある子で失敗した子がいてとってもできる子なんですけど、なんで落ちたんだろうと思ってしばらく経って聞いてみたら、でも先生実はねあれ裏があったんだっていう。あー、じゃあまるまる 50% 落としていた。そうなんです。だから例えばお教室でやってるペーパーをいつもワンパターンにしてたりすると逆に裏があって気がつかないっていうことも、ルーティンでね、はい、めくっちゃうというかね、うん、ありますね。なるほどなるほど、うん、あとは以前の YouTube の回でもお話ししたと思いますけど、やっぱり試験会場にはいろいろな子どもがいるということも感じることができるでしょうね。やっぱりその記念受験で受けてる子もいるし、そういう子はやっぱりちゃんとねしてなかったりもあるじゃないですか、うん、だから自分がいくらしっかりしていてもいろんなことが周りでは起こるということもある意味経験値ですよね、本番ならではというか。そうですね、うん、だからまあ大抵聞くんですよね、変な子いなかったかとかっていうと、なんかやっぱり戦い合いしちゃってる子もいるし、泣いちゃう子もいるし、ね、いますしね、うん、そういういろんなアクシデントがやっぱり起きてるので、この学校に行った時はこういうふうなことがあったよ、ああいうことがあったよ、こういうことがあったよってこう説明してくれるんですね、うん、子どもたちが、はい、で今回もまたいろいろ子どもたちがああだったよこうだったよって教えてくれるので、とってもねやっぱり役に立ちますし、じゃあやっぱりこういうとこが良くなかったよねっていうのもやっぱりいくつかあるんですよね。でそういうところを見つけては次の試験の時にはねやめようねって言って、今2校目なので最低ランク3校って言ってるので、みんなこれから、はい、3校行きたいなと、神奈川1校行こうかなと思ってるところなので、はい、あとはやっぱりそのみんなでそのこんな人がいたようもそうだし、こんな間違いしちゃったっていうそのミスもそうだし、うまくいったこともみんなで共有するっていうのはフレンドリーならではかもしれません。そうですね、先生たちが全員それを共有してるので、うんうん、やっぱり変なことが起きれば N 先生からいろいろ言われたりすると、ああなるほどそういうとこがあるんだなとか、そういうのは全部を私たちが見てるだけに全部のことが把握できる。それによって何がいいことがあるかっていうと、いやもう全く場違いな学校を受けるということはないということですよね、うん、そうですね、うん、全体を見てるので、例えばこの子はなんていうのかな、表現力があったりとか、うん、絵画が強いとか ね絵画がとっても絵が上手とか、絵が上手な上に喋れるなんて言ったら、あ、じゃあもしかしたら早稲田に向いてるかもしれないとかね、なんかだんだん見えてくるもんですよね、うん、だんだん見えてきてる、とは思いますけどね。一方向だけだと見えてこないですもんね、うんうん、やっぱなんとかどこの学校っぽいから入れたら、やっぱあれ全然工作できなかったじゃないってことがありえますからね。そうですね、うん、だからまあもうね、そういうなんていうのかな、はい、頑張らなきゃいけないところっていうのはもう必ず、まあ東京に行くまでの間に3つぐらい、うん、最低限3つぐらい行くとうまくいくかなっていう、そうですね、はい、なのでそのさらに受けていく際には今みたいに振り返りをしながら ね失敗を次に生かすということを重ねていくことが大事だということで、はいはい、終わりでいいですかね、はい、で成功しても失敗しても必ず子どもに伝えると、そうですね、はい、それは大切だと思います、ね、はい、
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では教室からのお知らせです。まあ、いよいよね、もう願書も書き終わったと思いますが、今度は皆さん面接です。試験前に面接がある学校もたくさんあると思いますが、準備不足のまま、面接に臨もうと思っていないでしょうか。例えば、願書で書いた内容を忘れていませんか。願書で書いた内容と同じ志願理由を言わなければ、あれ適当なこと言ってるのかなって思われたりしますからね。そうですね、うん、やっぱり願書に書かれたことっていうのは必ず学校側が、ね、聞いてきますし、最近の面接の特徴っていうのは、もうお手伝い何してますか、何してます、うん、他にありませんか、他にありませんか、他にありませんかって何度も来るんですよね。そうなんですよね。どこを掘り下げてくるかも分かんないですね。そう、今年の傾向としてものすごい、そうやって一個のことを掘り下げて聞くっていうのが今年の面接の特色かなと思うので、そこでやっぱり黙っちゃいけないっていうのはもう絶対ですね。あとで答えられないからって言うと言って涙目になったりね、もうそれは弱いと思われちゃうので。そうですね、はい、なのでね、この面接特訓ではこの1時間のこの時間をフル活用して、問答のね練習も含めてですが、この会社はちょっと違うんじゃないですかみたいなところも含めてもうみっちり見ますので。そうですね、やっぱり3回受ければまあ大体クリアかなっていう面接も、はい、なるほどなるほど。1回目は何が分かん、ね、何起こるか分からないから、どう答えていいか分からない。でも1回目でそういう練習をして、出入りの練習をして、で今度は2回目、3回目で、まあ、大体3回やると少しは読めてくる、見えてくるかなっていう。そうですね、慣れないことだらけですからね、面接も。そうですね、やっぱり演奏会もそうだし何でもそうですけど、リハーサルとか ね、 そうですね、練習試合は大事ですからね。大事だと思います、はい、ぜひご活用ください、はい、きっと役に立つと思います。はい、はい、お待ちしてます。はい、お待ちしております。まあ、こちらもね、もう終わっている方も多いと思いますが、二次募集などでもね、添削がありますので。先生うるさい先生落ち着いてください。いろいろ物を倒してしまって、はい、収録終わってからにしましょう、はい、そうですね、はい、先生が暴れておりますが、願書添削もね行っておりますので、よろしければぜひご活用ください。小学校受験総合対策講座、はい、大丈夫です、すいません小学校受験総合対策講座というものも行っております。月4回の授業をベースで取っていただくと、ご希望の方にはお預かり授業や絵画工作クラス、願書対策、面接対策なども利用することができます。2020年以降もね募集してますので、ぜひご利用ください。またこれからはね、国立小学校の対策の講座もありますので、興味ある方はぜひお電話でもメールでもねしていただければと思います。はい、お待ちしてます。お待ちしております。すいません、メールマガジンも配信しております。なんだっけ、セミナーの情報やいろいろな講座の情報も配信してますので、ぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。お仕事をお持ちの方でも大丈夫なようにね、遅い時間でも対応しておりますので、ぜひご検討ください。今お話をいただいた由美先生が対応いたします。はい、お待ちしております。はい、体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。0333900750番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育や英語教育などね、いろいろとお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。そうですね、少しずつ増えてきて とっても嬉しいので。そうですね、先生もやる気に伝わっております。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ではテーマリクエストなどもね お待ちしておりますので、何か聞きたいことあったらメールで連絡ください。では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。